今回の動画なんですけれども、先日とある方とですねお会いする機会があったんで、その時撮影したですね雑談の風景っていうのを今回はお送りしていきたいと思います。11月某日だったんですけれども、都内某所でですねその方と私が合流しましてですね、いろいろお話をさせていただきました。久々に飯でも食いましょうってことでですね、当日雨の中悪天候だったんですけれども、ぜひ会いましょうということでですね集まることになったということですね。で今回の動画ということで、あの人に会いました日本語ラップ冬の時代パート2という形でお送りしていきたいと思います。じゃあそのあの人っていうのは誰なのかっていうとですね、この方ですね、ヒップホップサンプリング元ネタ研究チャンネルさんですね。もう僕この人のすごいファンだったんですけれども、以前にですねいろいろメッセージなどやり取りする機会があって、今回もまた一緒に遊ぶことができてですね非常に良かったです。このサンプリング元ネタ研究チャンネルさんの紹介なんですけれども、日本のヒップホップだったり US のヒップホップだったりの元ネタをですねいろいろアップされてる方なんですが、チェックしてるところも本当に深いところまで知ってらっしゃいますし、この人なんといってもですねヒップホップだけじゃなくていろいろ J-POP だったり K-POP も知ってたりとか、ソウルファンク、ディスコ、いろいろもう全ジャンルの音楽に詳しい人なんで、本当にリスペクトせざるを得ないようなすごい男って感じの人ですね。本当に密かにカルチャーの進歩を伝えるその姿勢に関してファンの方もすごい多いと思いますし、ぜひこの方のチャンネル登録まだの人はですねチェックしていただいて、チャンネル登録ちゃんと済ませていただければ本当に嬉しいですね。で特にこの方のチャンネルの中に載せてあるハードコアストリート日本語ラップミックスっていうのがあるんですけれども、これ私すごい好きでですね全部聞いちゃったんですけれども、もうとにかくかっこいいんでぜひ聞いていただけたらなって思います。以前にこの元ネタ研究チャンネルさんと一緒に作った動画っていうのも昔の動画残してあるので、まだこちら見てないという方いたらですねぜひ見ていただけたら嬉しいです。ということでですね、当日はあの元ネタ研究チャンネルさんと一緒に飯食ったりしてですねいろいろ話した中で、当時のあのヒップホップのシーンの話になったということですね。その中で2009年に発売された日本のヒップホップの楽曲たちについての話になったんで、その時のトークの内容を撮影してたんで今回動画にしてみましたんで、これからお送りします。ただの雑談になってるんですが、そこはご了承ください。あとすいません、カメラの向き間違えてて縦向きで撮っちゃって、ちょっと画角がおかしいんですけれども許してください。こういった撮影系は慣れてないんでやらかしました。あと携帯電話を自分に向けてたんで、マイクの方が自分の声をやたら拾ってですね、僕だけ声やたらでかくなっちゃってるんですけど、そこも許してください。ということでよろしくお願いします。今日は雨の中、あの元ネタ研究チャンネル氏と今歩いてます。夜景が綺麗なんですけど、まあ今こんな感じで撮ってます。まああの今日は2009年問題ということで、はい、日本のヒップホップの冬のシーンのことですね、はい、ちょっとやっていきたいなというふうに思うんですけど、はい、どうですか、なんか結構やばかったっすね、あの時代は。やばかったっすね、なんかもう超やばい時代で名盤ばっかなんですけど、まあ、ただシーダのシーダとかあったっすね。あとマイクロフォンペイジャーの復活とか、あれも2009年っすね。そう、あのはい、とかあとは何ですか、シャドメンさんのニューギガントとか SG ジャンクスさんのあのアルバムとか出たし、ゾーン・ザ・ダークネスのインディーの心臓スケッチもこの時代で、あああれもっすね、やばいっすね。あと CM 夢のかけら、ああ CN さんのやつも、はい、スティッキー Where is my money、 いや超やばいあの時代結構出てるってことっすよね、はい、多分そうですね。なんかチンザ・ドープネスのアルバムも出ましたし、エルボーカルダグホース DJ シュージのバーサンドバイブスも2009年です。ミックシリーズっすか。あ、ミックシリーズですね。やばいっす、あれも結構僕も聞いてるんですけど、バーサンドバイブスのあの最後の何でしたっけ、 DJ ネクストリームの あのライフイズグッドのあたりで結構もう物語はかなり佳境になってくるみたいな感じの構成っすよね。ヒット語尾53分だな、はい、メリマザハッカー好きはかなり上がるんじゃないかな。ああそうっすよね。いや練馬のパッカーでいうとシズーさんのプレイとか、ああもう相当時代っす。結構あれっすか、 B ボーイパークとかも行ってたんすか。 B ボーイパークは2009から僕行ってて、はい、でもなんかこの時代かなり盛り上がった時代だと思って、まあそうっすね、あの時は。おっとこれ結構今風が強くて相当ノイズ入ってるんですけど、
ごめんなさい、傘がだいぶ今もうやばい、ひっくり返っちゃうぐらいの悪天候なんですが、そんぐらいの悪天候だったんですよ、2009年のヒップホップって。だって全然売れてなかったじゃないですか。そうです、逆っすよね。確かに今やっぱイベント幕張メッセとか UFO では余裕ないからってますけどね、そんなありえない時代でしたよね。いやもうヒップホップイコール薬物みたいな、まあそうですね、アンダーグラウンドだとか煙たがれて、はい、全然シーンができてない中で、でも今思い返すと2009年以降の楽曲、そうですね、はい、やべえなっていうか輝いてるなみたいな、スティルシャイニーですね、スティルシャイニーですね、間違いないです。どれですか一番やばかったのは、その中でも。でもやっぱ一番世間一般的にもやばいのはジャスワのブラックボックスじゃないですかね。もう間違いなさすぎですね。あれ2009なんですよ。あれ2009っすか、もう13年経ったんですね、はい、そうですね、なんかたまに言って、あれが一番やばいんじゃないかなって思いますね。あれの入ってるピエロスタイルとか、はい、ピエロスタイル、あとなんだっけな、ブラックボックスと、あとレディオアノット、レディオアノット、レディオアノットが結構やばかったっすね。レディオアノットがなんだっけな、元ネタがやべ、ちょっとリロイ・ハットソンです。リロイ・ハットソンだ、リロイ・ハットソンのあの曲じゃないですか、はい、そう、あれも超やばいっすよね。そうそう、今モノレールが上通ってます。ゆりかもめ、ゆりかもめっすね。結構当時の PV もこういったなんか街中のレール沿いとか結構撮られてたイメージがあって、もうなんか景色とともに当時を振り返ってる感じっすね今。間違いないです、東京ですよ。東京っすね、東京感あって、ブートストリートあって、ブートストリートがあるんです。 A プラス東京シットとか言ってたっすか。 A プラス東京シットたまに言ってましたね。あ、マジっすか。あれも結構 UKAK ジュトさんとか結構スタックスエクセスで結構ガッツリだったっすよね。UKAK ジュトはもうやばいっすよ。でも今考えたら DJ チャリはバッドホップのバック DJ して、おー、DJ タスキはゾーンのバック DJ してとなるんで、スタックスは今今日やばいんじゃないですか。あれチャリさんってスタックスエクセスだったんですか。そうっすね。あ、でしたっけ。あとはあと今もうブチギレ宇治原でやってるゴンゴール、あー、はいはい、遠州から、あ、遠州さんいたっすね。遠州とかもスタックスなんで、ヤングハッスルとかやったっすよね。あ、やってましたね。はいはいはい、はい、あの時代のラッパーとかちょっとやばいっすね。今ラッパー DJ とかすげえ今活躍してて、あの時根張ってた人が今やっと、やっとって言い方したら失礼かもしれないですけど、日の目やなんか浴びてきてる感じっすかね。あ、それは感じますね、すげえ。相当泥水飲んできたと思うんで。確かに、あの時代のスパルタのヒップホップの時代に今と絶対本当違うと思うので、はいはいはい、いや、それが今ね、あんなアリーナ級のバック DJ で生きてるってやっぱり考え深いっすよね。いや、間違いないです、間違いないです、はい、でもやっぱ俺あの2009年ってあれロイヤリティもあれ2009年ですか。あれ確かアンリリースドファイルの2010でしたっけ。10か8だった気がする。8でしたっけ、はい、あ、でしたっけ。アンリリースドファイル09じゃなかったでしたっけ。やべ、ちょっとっけな、なんかちょっとあれ入ってるナイトランナーってこれ超好きで、 あれ最高っすよね。俺それ日本語ラップモテた研究チャンネルミックスで俺知ったんで、あのルーサーバトルスっすよね。そうっす、最高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 っす。そんな最高な中で、はいはい、もうあれですね、間もなくゴールが近づいてくるというか、もう駅前ですね。駅前っす。なんかヒップホップの終着点的なものあるんですか、このこういうの時代を超えて今いろいろ流行ってきてるじゃないですか。はい、いや、これからまだまだもう一回冬の時代来たら面白いんじゃないですかね。あ、逆にっすね。逆に今流行りまくって、多分絶対飽きる人がいるかもしれないんで、はい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 、そみんなが飽きても好きな人が、はい、あれしてればまだ続けてヒップホップ聴いてれば、フル質の高いものができるかな。あ、そういう意味も込めてやっぱ必要な時代だったってことっすかね、あのちょっと冬の時代っていうか。いや、絶対必要っすよね。あんまりいい思い出じゃないのかもしれないですけどね、アーティストの人たちからしたらやっぱり結構苦戦した時代だと思うんで。でも僕みたいなファンとかはああいう時代すげえ楽しかったっすよ。
結構クラブとかガチガチしてたっすもんね。はい、全然お客さん入ってないイベントとかでもみんなかましてたんで、それの刺激はすげえ覚えてます。なんかいいっすよね、服屋行ったらあのアーティストがいてみたいな。あ、もうまさにグロー行ったらあの人、ハイドアウト行ったらあの人みたいな、はい、オンスポッツ、フェームス行ったらあの人みたいな。やっぱありましたよね、有名人に会えるみたいな。そう、そうなんですよね。ありました、っていう感じで今日はあのスペシャルゲストに元ネタ研究チャンネル史上来てもらったんですけど、たまたますいません、こんなたまたま今日雨っていう悪天候、これがまあ当時の冬の時代的なものとちょっとなぞらえて今話してるんですけど、本当すいません、ありがとうございました。いやいや、ありがとうございます、本当ありがとうございます、すいません、ぐだぐだと思います。いやいや、最高っす、ありがとうございます。